とことんとこ伊藤とアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は8月の5日金曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンあらるイエーイ。あら友との楽しい会話に花が咲くことがあるあるはい、皆さんありませんか？バラ友との楽しい会話、もう思わず長々と気づいたら夜遅くまで話してしまうことありますよね。そんなバラ友との集いの場所、はい、そんな場所が作れたらいいなということで、僕がいつも仲良くしてもらっているタキちゃんの日記さん、はい、あとはタバラチャンネルさんと、はい、皆さんもご存知のロザリアン YouTuber ですけども、夜な夜なビデオ通話をしておりましてですね、はい、僕らよくやるんですけども、夜中までダラダラともっとこうロザリアンを盛り上げる企画はないかとか、バラ園で楽しいことできないかとか、もう常にバラのこと、バラのお友達のことを考えながらこうやってるんですけども、はい、そこで「瞳子さんライブ向きじゃないですか」っていうことを背中を押してもらえて、今までちょっと僕ライブってなかなか。その場でトークしなきゃいけないし、コメントも読まなきゃいけないし、大変なんじゃないかな、そんなのできるかなと思ってたんですけども、先日やってみました。せっかくそんなお話をいただいたんで、やれるかな、僕にライブなんかやれるかなと思って、告知なしでライブ配信してみたところですね、もう60人もの方々が遊びに来ていただき、本当に嬉しかったです。僕のようなチャンネルにこんなにたくさんのロザリアンが遊びに来てくれたと思うと、本当嬉しくなっちゃったんですよね。もうなんだか苦手だったライブ、この苦手意識がなんだかぐるっと逆転しちゃったんですね。これちょっと楽しいかもと思いましたよ。そのビデオ通話の中でタキちゃんたちが「瞳子さん毎日動画配信してるんだから毎日ライブもできるんじゃないですか」なんて冗談で言ってくれてたんですけども、なんかライブってこんな楽しいんだったら毎日できるんじゃないかと最近思えてきましたよ。視聴者の皆さんもなんか楽しみにしてくれてるみたいですし、ちょっとこれはやる価値があるかなと思いました。もうまず口にしてみる、毎日やってみます、それで毎日やれる自分を作っていくっていうのは大事なことだと思うんですよね。言霊っていうんですか、まずライブ配信毎日やってみる、バラの友達を100人作る、1000人作る、バラの俺はバラ王になるとかそんな、はい、そんなこう言葉に出して言うっていうことは大切ですよね。もうバラ園からはい、バラ YouTuber さんの皆さん、ぜひうちに来て、バラ業界盛り上げてください。ロザリアン盛り上げてくださいっていうお誘いが来るような、バラ YouTuber にこれから成長していきたいなと思って、僕ら頑張ってやってますよ。はい、そんな感じで、今後、毎日、ライブ配信やっていこうと思います。昨日のライブ配信で、僕、新しい言葉作りましたよ。コンバラーロザリアンのこんばんははこれからこんばらでいこうと思いますよ。いかがでしょうか。こんばんはと言おうとしたけども、もうロザリアンなんで、こんばまで来たら思わずバラになってしまう。よくないですか。これからロザリアンの夜の挨拶はこんばら。ちょっとこじゃれていきましょうよ。メイクちゃん、いいねいいね、なかなか。はい、それで昨日、こんばらは、そのライブの最初の挨拶で、じゃあお別れの言葉はどうしようかとかいろいろ皆さんに聞いておりましたらば、緑茶杯さんが、バイバラはどうですか。それいいということでいただいちゃいました。たきちゃんのみきさん、お疲れ様でした。バトン受け取りました。頑張って配信しますね。はい、楽しみにしてますよ。緑茶杯さん、バイバラいいですね。バイバラいただきバイバラありがとうございます。とこさん頑張って白バラの2番咲かせてくださいね。ちょっとトイレでタキシャンのライブを白バラ咲かせながら見ますね。はい純白のバラを。板谷みどりさん、とこさんありがとうございます。ナイスさん、楽しかったです。ありがとうございます。また明日来ますね。はい、バイバラバイナラみたいでいいですよね。はい、いただきました。このバイバラ。ありがとうございます。やっぱり皆さん、本当にセンスいいですよね。とても勉強になりますよ。はい。では、緑茶杯さんの言葉をいただいて終わりにしたいと思いますよ。ゆきさんありがとうございました。皆さんもおやすみなさい。たきちゃんの方にも顔出しますということですね。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね。また見てね。バイバラー。もうお別れの挨拶はバイバラー。バイバイキーンみたいな感じでよくないですか。そうやって皆さんとこうバラの業界、バラ業界ってちょっと言い方大げさですけども、ロザリアンの集まるこのなんでしょうね、こうロザ友の会というのをどんどん盛り上げていけたらいいかなと思います。本当に日本にはもうとても素敵な育種家さんたちがたくさんいるので、これからどんどんバラを育ててくれる方たちを増やしていきたいというのが僕らロザリアン YouTuber の夢ですので、その夢に向かってどんどん活躍していきたいよね、くーちゃん。うん、そうだね、とこさん。今日は妙に真面目に伝達だね。そうだね、今日はちょっと昨日のライブがあまりにも楽しくて興奮して朝こうして動画撮っておりますけども、はい、香りのバラもちょっとだけ咲いておりますので、今日はその子たちカットして香り楽しんで終わっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では今日も香りのバラカットしていきましょう。こうして花びらの枚数が少ない子もいれば、しっかりこうして花びらを巻いてくれる子もいますよね。はい、今日はまずは王妃アントワネットからカットしていきましょう。クリスティアーナ綺麗に咲いてくれておりましたよ。それからクロードモネですね。綺麗です。いいですね。アジュールも綺麗に咲いてくれております。それからこちらストロベリーアイスも綺麗に咲いてくれておりますよ。そしてマイローズの夏バラ始まりましたよ。シャリマーも綺麗に咲いてくれておりましたよ。ラドルチェビータも可愛く咲いてくれましたよ。あ、今日もたくさん咲いてくれてたね、くーちゃん。よかったね、とこさん。本当にありがたいです。夜はバラ友の皆さんと楽しいトーク。そして朝はこうして香りのバラを楽しめる。もうなんて幸せな人生なんでしょう。もうまさにバラ色の人生とはこのことですよね。ありがたいです。今日はまずはどの子から行こう。あ、王妃アントワネットいかがでしょうか。花びらの枚数が少ない子からしっかりこうして巻き巻きで咲いてくれる子までいろいろいますよね。この時期は香りはいかがでしょうか。はあ、さすがは王妃アントワネット様、いい香りがしますよ。最高です。はあ、甘くて爽やかで、ああ、気品のあるいい香りがします。はい、そして今日はこちらですね。クロード・モネ。いかがでしょうか。綺麗にこの絞りがちょっと入っておりますよ。クロード・モネ、香りは。ああ、いい香りです。甘くて爽やか。こちらのクロード・モネの方がまたいい感じの絞りですね。この子も同じ株から咲いてるんですよ、クロード・モネ。一株でいろんなバラが楽しめますよね。こちらはピンクに白がちょっと入ってて、こちらは本当に薄ピンクに白がいっぱい入ってる感じでしょうか。なかなか一鉢でたくさん楽しめるバラですよね、クロード・モネは。そして香りは甘くて爽やか、最高のバラですよ。はい、そして今日はこちらですね。ストロベリーアイス、綺麗に咲いてくれておりましたよ。ストロベリーアイスも、はあ、爽やかなティーの香りがします。甘い香りもほんのりしますよ。最高だね、くーちゃん。そうだね。こちらはアジュールだね。くーちゃん覚えたね。はい、こちらはアジュール。バラともにいただいた大切なバラ。綺麗に咲いてくれておりましたよ。アジュールの香りは。わあ、来たー。さすが川本バラ園さんの香りのバラ。アジュール、ほんと爽やかでいい香りがするんです。最高ですね。そしてクリスティアーナ、頑張って咲いてくれておりましたよ。クリスティアーナも、はあ、とっても爽やかで甘くていい香りです。そしてこちらは、マイローズですね。本当に夏にも強いですね、この子は。ロサオリエンティスさんのマイローズ。綺麗に今日も咲いてくれておりましたよ。花持ちもすごくいいですよ。香りはうっすらティーの甘い香りがしますね。そんなに強いわけではないですけども、いい香りがほんのりしますね。そして最後かな、最後にこちらがドルチェビータ。綺麗ですよね。このオレンジの花ってなかなかいいですよね。オレンジのバラが一輪あるだけでこうなんか映えますよね。こちらラドルチェビータは香りもいいんです。甘くて爽やか、いい香りですよ。皆さんおすすめです。はい、今日もどの子も綺麗に咲いてくれたね。そうだね。はあ、もうまさに香りのバラのバラ色の人生。いやー、バラ色の人生。いやー、よし、くーちゃん、今日もせっかく綺麗に咲いてくれたから貝の器に飾ってこいよ。いいね。はい、今日はこんな感じで完成といたしましょう。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。バラのライブ楽しいという動画でしたけども、今までちょっと苦手意識があったライブだったんですけども、みんなでやるライブはしょっちゅうやったりしてましたけども、一人のライブって大変だなっていう意識があったんですけども、なんだか楽しくなっちゃいましたよ。本当にこれなら毎日続けられる、毎日逆にやりたいぐらいだなと思いましたので、ぜひぜひ皆さんもこれからも、コンバライブ参加の方よろしくお願いしますね。バラライブ盛り上げていきましょう。ロザリアン業界盛り上げていきましょうね。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。また見てね。楽しくなっちゃうなぁ。ぐる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 ドカーン。これが分かった方は、外のいないいないバー好き。